い、皆さんこんにちは、ニハオリンチです。ですね、今日のニュースなんですけども、中国の、武術大使、武術大使、馬保国、馬に保つに国で、馬保国でいいんですかね、あの馬保国が、おそらくね、三打の、多分見た限りアマチュアの選手かなんかに KO されました、まあ、ちょっとね、動画のそのファイトのレベルが低すぎて、その相手の人がどのぐらいのレベルか、分かんないんですけども、まあ、多分ね、あのアマチュアの人だと思われます。それではね、ちょっと動画見てみましょう。はい、始まりました、まあ、たった30秒なんでね、まあどうでもいいんで、はい、KO されました。はい、何秒だ、5秒ぐらいで、あの、まあ、これスリップって言いましょう、スリップダウンですね。はい、次ですね、はい、あの多分レフリーが、大丈夫かなっていう、はい、もう一回KOされました。はい、あ、スリップね、はい、これスリップ、はい、スリップダウンね、はいはい、あのなんかね、漫画みたいにあのまっすぐな状況で、倒れたんですけども、はい、これで終わりですね。動画はね、あの、まあ、その試合自体の動画を30秒ぐらいで、このあとね、ずっとこんな風にあの見事に倒れてるだけなんで、これ以上、動画見る必要はないと思います。はい、このね、マーバオクオはですね、まあなんかね、ちょっと人気っぽい、武術大使ということで有名でした。まあね、ほとんどそうなんですけどね、あの 99.99%、まあ、これとあんま変わんないようなおっさんがね、あの決闘とかでね、まあ達人を、まあ、日本語で言う達人をね、中国語で「あの高い手」って書いて、あの「ガオショウ」って読むんですけども、あの達人ガオショウって言って。まあ、ほぼほぼ 99% インチキだっていう話なんですけども、このマーバーゴーはね、かつてこのイギリスの MMA の選手と対戦している、動画を出しています。ちょっと見てみましょう。はい、まあ、こういうのはね、あの、まあ、やらせなんで、あのそんなに気にしなくてもいいんですけども、はい、組んでますね、この動画だとね。なんかちょっと打撃やってる動画どっかあったと思ったんですけども、ちょっと、まあ、見てもしょうがないんで、どうせあのインチキなんでね、はい、組んでますね。あのこれがあの対戦した動画として、中国国内で、流れているようですね。はい、まあまあまあしょうがない、あの見てもしょうがないんで、続けてもしょうがないんで、ちょっと一旦切ります動画はね。で、太極拳なんですけども、あの、まあ、太極拳使えるのかどうかっていうと、まあ、使える人は使えるっていうのが、結論なんですけども、まあ、太極拳でちょっと体系的にちょっと難しいので、誰もがあの身につかって言われたらちょっと難しいんじゃないかなって思います。だいたいですね、まともな人が、まともにその太極拳の全体系、まあ、ほぼほぼ、使えるように、習おうとしたら、まあ、多分半年から1年ぐらいかかると思います。昔なんか10年とかね、そういう人 いるんですけども、あのこの情報化、社会の中で、ちゃんとね、やったらもう1年ぐらいね、ちょっと半年ちょっときついかな、1年ぐらいで使えるようになります。まあ、例えばね、あの太極拳の技の中で、まあ、灯籠ね、あの型の中で、50個ぐらいあるんですけども、そのうち10いくつまともに使えるようになって、残りの30個はまあ知ってるよぐらいの、そのぐらいのレベルで、大体ね、あの格闘技ってね、そうなんですよね。結構たくさんの技知ってるんだけど、あの本当に自分の得意な技とかパッと出てすぐ使える技は、まあ20個ぐらいだと、そういったパターンが多いので、もし太極拳をやる人は、そういったパターンでやった方がいいと思います。で、太極拳の先生なんですけども、まあ、ほぼほぼインチキなんですよね。特に武術としてね、あの戦闘とかね、あの、まあ、ストリートファイトで使えるといった前提ですと、大体もう 99% がインチキですね。もうずっと型をやってるとかね、あの健康法を主張してるとか、そういったところで習うと、その武術、いわゆるあの戦闘法としては、使えるようにはならないんですよね。あとね、まあ、太極拳のその、まあ、この動画見ててね、太極拳のそのマスターね、武術大師、とやるときにね、もうね、こんな殴る蹴るしなくていいと思うんですよね。はい、大体、太極拳のそのマスターなんてね、ちょっと抱えて、ゆっくり、地面に倒してあげて、そのおでこに肉じゃないね、おでこにちょっとマジックでね、大体あの中国の中って書いてあげて、
っていいと思います。そういうルールでいいと思うんですよね。地面に転がして、おでこに中国の中ってマジック取り出して、書き終わった人の勝ちでいいと思うんですよ。もう殴る蹴るして、相手怪我させて もう何の意味もない、自分の強さの証明にもならないんで、そういったことはね、僕は、お勧めしないんですよ。でこの太極拳っていうのは、今言ったように、99% が、インチキです。一番インチキ、インチキナンバーワン、使えない、いや何年やっても使えないナンバーワン武術、それが太極拳です。ナンバー2がね、意見ですね。ずっとなんか長時間立ってるだけっていう、ほぼ練習がほぼほぼそれっていう、なんかものすごく意味のない、やる武術、意見っていうのが あるんですけども、それが2位ですね。妄想かきたてる武術ね、はい、妄想ナンバーワンが太極拳で、2位が意見で、多分3番目が詠春拳なんですね。詠春拳ね、すごく広まってるんですけど、生徒多いんですけども、これなんで生徒が多いかっていうと、なんか楽しそうなんですよね。しかもなんかすごいフィジカルが大切必要な武術でもないんですよね。しかも足があんま動かないんで、そんなにきつくない、かがんだりとかね、ぶん投げたりとか基本的にはやんないんで、しかもね、道場が狭くて済むんですよ、詠春拳ってね。というわけでみんなやりたがるんですけども、実践になると使えないで、そもそも体の移動がね、移動を積極的にやらないっていう、そういう武術なんで、やらない方がいいっていう、そういう話ですね。太極拳もね、一番、言うなれば太極拳が一番広いんですよね。殴る蹴る投げる全部基本的にやらないっていうところなんですけども、ちゃんとした先生にちゃんとした手順で、やれば、きちんと強くなります。大体1年ほど、結構ねエネルギーかけてね、ちゃんと練習して1年ほどやれば、ちゃんと使えるようになりますね。あとね、太極拳の太極拳ね、まともにやってると、ちゃんとやってたら全部できるんですけども、一番分かりやすい方法をね、ちょっとレスリングとかね、そのあたりの人と組んでみてください。まともに太極拳ができる証明ね、怪我せずに証明する方法、ちょっとレスリングやって、見るのが一番いいと思います。本当にね、太極拳できたら一回もレスリングやったことの、ない状況で、そのまともなレスリングの先生と組んで、レスリングが成立します、はい。もちろんね、なんかルールを覚えるとかね、そういった手間はあるんですけども、それぐらいの手間かけて、ルールぐらい覚えて、その初日で、レスリング先生と組んで、そのグレコローマルールぐらいで組んで、そのできるはずなんですよね。これができないってことは、もう本当何も覚えても、先生もダメなら、もう生徒もダメ、もう習ってることが全部、インチキっていう、そういう状況なんですよね。でほとんど その太極拳のスクールっていうのは、その型とかね、なんか適当にやって、その型の、ね、基準がよく分かんないんですよね。これが何がちゃんとできてるのか、どういったエネルギーが出てるのかっていうのを全く検証しないでやってるんで、非常に使えない武術という状況になってるんですよね。あとね、なんか中国の文化、これね、どこにでもあるんですけども、伝統で中国語だとシースーって言うんですけども、習俗ね、こういったものっていうのは、あとね、なんですか、ツンチョンジャンベイとかね、そういうね、なんか、インチキに使えるんですよね、これね。物理的な結果をごまかすのに、その自分のその老師とか、目上のものを敬いましょうということで、その物理的な結果をごまかすことに、使っちゃうんですよね。これね、中国国内で大きな問題になってて、例えばね、最近ね、ホアウェイがそのアメリカに規制を食らってピンチだという話なんですけども、なんでピンチになるかっていうと、簡単に言うと半導体自分で作れないんですよね。でなんで半導体作れないかっていうと、その自分で作ろうとしないんですよ。その自分でそれを研究開発する、これが本当なのかと研究開発、する人材を育てていない。なんで育てられないかっていうと、その先輩を尊重してその結果をねじ曲げちゃうみたいな、そういった行為をね、ひたすらもう何十年も繰り返してる人たちなんでできないっていう話なんですよね。でこの太極拳の話に戻すと、太極拳で強くなることは十二分に可能です。先生がまともであること、ちゃんと実践を意識すること、で生徒もちゃんとねエネルギーをかけてやることで、もう10年かかるとかインチキなんで、10年かかるって、その9年間もう誤信できないのかよっていう
話になってくるんですよね。このマーバオクをね、このウシュダシ、カンフーマスターのこのマーバオクがこの動画を見て、このおっさんがなんかあの自分の護身すらできないじゃないですか。でこの人に習った人たちっていうのは、まあ、結果的にはもう悲惨なことにしかならないわけなんですよね。こんなもん10年かけて習うぐらいだったらもう3ヶ月なんかもうボクシングでもやった方がマシだっていう話になるんですよね。あとね、太極拳の訳のわからなさとして、まあ複雑なんですよ、まあ、簡単に言うとね。あの普通の一般の人っていうのはこういうなんかあの単純な動作を繰り返して、あとサンドバッグ殴って、あとミートとか殴ってちょっとスカッとしたい、ストレス解消したいっていう、そういった欲望の方が大きいんで、あんまりこう太極拳やるっていう方向にはまあ、行くんですけども、その武術として太極拳 の, あの、型とか用法とかね、あのすごくあの入り組んだものを、覚えていこう、ちゃんと使えるようにしていこうっていうのは、多くの人とっては非常にストレスなんで、あのなかなかね、太極拳でまともに実践で使える人が出てこないっていう状況になるんですけども、あの結構奥深いんで、使える人は使えるんで、あの、まあ、まともな先生はちゃんと存在して、まあ、僕も習ってきちんと使えるんで、皆さんもね、あのそういった方向で頑張ってみてください。はい、それでは皆さん、リンチでした。